はい、こんにちは。はい、二次不等式をやろうぜって気づいたんだけど、あのね、いきなりなんだけどごめんね。俺いつもタイトル間違えてるよね。本当は二次不等式しようぜなのにやろうぜってなんだよ。俺いつも言ってんの。まああんまりね、変わりないから、あのこのままでいくけど、しかも今日タイトル書いてないしね。まあやっていきましょう。で、今回は、まあ、A が混じってる編ということで、まあ、前回のレベル3とかレベル2よりは結構ね、ハイレベルです。もう終盤ですよと、不等式の中ではね、二次不等式の中ではね。じゃあどんな問題がね、実際出てきてどうやって解けばいいのかっていうのをね、今日1問見せるので、それね、見てこうやって考えするんだっていうのをね、覚えてほしいなと思います。いいかな。ではもういきなり問題にね、取り掛かっていきたいと思います。はい、じゃあね、はい、今回 x についての二次不等式を解けという問題に対して、 x 二乗マイナス 5x プラス 5a が ax よりもちっちゃいよっていう式が与えられています。これどうするかっていうと、最初は一緒やねんな。何が移行するよね。移行して、はい、左をきれいにするやん。だから、はい、AX を左に持っていきましょう。で、次は X について整理だったよね。だから、はい、X、 今回はマイナス 5X とマイナス AX みたいな感じで、 AX が2個あるから、これくくれそうだよね。 X でくくろう。ついでにマイナスも両方あるから、マイナス X でくくろう。すると、はい、マイナス A 足す 5X で、プラス 5A ですね。ごめんなさい。こういう風になるはず。 OK かな。で、はい、因数分解できるなら因数分解しよう。因数分解できなければ解の公式とか使ってね。はい、どうできそうだよね。たすきがけだよね。ちらって書くけど、メモ書きで、ここ、 x 二乗の係数は1だから11で、で、ここ 5a って書いてあります。 5×a かマイナス 5×-a ぐらいだよね。そうすると、マイナス a とマイナス5って出るから、あ、ちょうどマイナス a マイナス5って出てくるよね。だから、はい、x-5x-a で因数分解ができます。x-5x-a だ。あれ、何、なんでこんなね、あのね、動画ね、作ってね、ここまでいつもと一緒やないかね。今回の動画必要あるんかって感じかもしれないですけども、それが実はこっからなんですね。じゃあこれさ、図形書こうぜ。いつも通り、いつも通り図形書こうぜ。もう書こう書こう書こう。あ、下に凸やな。あ、下に、下見てるなと。あ、多分ここだろうなってなるはずです。ただ困るのが、どっちが5なの、どっちが a なの、わかんないよね。だから今回答えになりそうな、ここの5とここの a、 ここの a かここの5、どっちが大きいかどっちがちっちゃいかわかんないよね。どっちが大きいの、どっちがちっちゃいかわかんないよね。ですので、今回は何をするかっていうと、わからないなら実際に5よりも a が大きいですよだとか、5の方が a よりも大きいですよだとか、場合分けをしていきましょう。自分でルール決めて場合分けして計算していくということです。だから今回、今から場合分けをします。ちょっとここも消していいかな。はい、じゃあちょっとここ上行きます。いいかな。はい、じゃあ場合分けしていきましょう。どうやって場合分けする。まず考えられるのは、 a の方が大きい、あ、すみません、 a の方がちっちゃい時ですね。だから、はい、a と5がこういう時。はい、そうするとさ、ちゃんとさ、 a かけるよね。はい、 a が、なんだっけ、 a の方がちっちゃいからこうなるよね。で、今見たいのはこう、やっぱり下だ。だから a から5の時や。これが答えや。こうね、 OK。 同様に、はい、その2、今度は a の方がさ、あ、どうしようかな、こういう時や、 a が大きい時です。そうすると a も a かけますよね。そして a と a が混じってますけど、言ってる中で。だから
同様に5と a の間が答えになるよね。わかるかな。だから答えは、x は5より大きくて a よりちっちゃいって書けます。ただ忘れちゃいけないのは a が5っていうのがこの中に入ってないんです。だからこういう場合もあるよね。 a と5が一緒の時、 a イコール5の時です。そうするとこういうグラフになるよね。なぜならばこのこれ5を代入されると x-5 の2乗になるから、 x-5 の2乗になるからこうなるよね。見えるかな、ね、で今やっぱ下見たいからこれか答え確認すると、なんとこれ前々回の授業でもやってますが解なしっていうやつやな。何もこの今見てる下の中に図形が全くありませんってことは解なしだ。だから、はい、ここ答え解なしになります。 OK ということで、こういうふうに A について網羅、難しい言葉よね、網羅して A が漏れなくこうやって場分けすることによって、答えることができますよ。これ最終的にこれね1から3よりという感じでまとめてください。1から3より、はい、あごめんすみません、答えはこいつやん、答えはこいつやんな。はい、 A が X が A よりち、あ A より大きくて5よりちっちゃいという答えと、今度はこっち逆、 5X が5より大きくて A よりちっちゃいやつで、あと解なしってやつだな。見えるかな、答え3つあるやん。ただし答えだけじゃダメです。だからこれを添えます。ここまでが答えや。だからはい、これも書いといてください。はい、 A が5よりちっちゃいときはこの答え、 A が5の方が、あ A が5より大きいときはこの答えで、そして A が5のときはこの答えって感じでね。ちょっと字が踊ってますが大丈夫でしょうか。ということで、ね、こういうふうにもしどっちが大きいか分かんなければ、こういうふうに漏れないように、数字が漏れないように A について場分けをしていけばいいですよと。で最後はそれをまとめて答えにしてあげればいいです。わかるかな、よろしいでしょうか。はい、だからこういうふうに対処をしてあげてくださいね。ここは別に数字やったら決まったらね、決まってると場分けなんて必要ないんですよ。場分けする理由はこういうふうに分かんないときに場分けします。どっちが大きいか。はい、最後にちょっとね、これだけ注意してほしいということだけ、言っときます。何かっていうと、この問題そうですけども、 x についての式って書いてあるから主役はこれ x なんですね。わかりますか。で、大事なのはこの今誰が主役の記号なのかっていうのを考えてください。どういうことかと言いますと、今これ問題パッて見ただけでこれ x と a が混じってて、あれこれ変形していくときに疑問になってしまうんだわな。何かっていうと、 a と x がどっちが主役か分からなくなって、何について解いてるのか分からなくなっちゃう。場合によってこれ a でくくっちゃって a が小なりって言って、こうなんかこういうふうに答え出す人もいるんですけど、これは違うよね。なんでかっていうと、今x について解いてくださいって言ってるから、 a が混じってるからみんな引っ張られちゃうから、今しっかり答えは何を求めてほしいのかっていうのを問題でちゃんと確認してください。 OK かな、OK かな。はい、ということで、まあ場分けするっていうことをしっかりね頭に入れてほしいなと思います。では授業終わります。ありがとうございました。